デレレレッデレー、今日はマロッピーズの秘密兵器を作ったのだ。カッパさんから教わって作った100均クーラー。これは何ですかね。100円ショップで売っている発泡スチロールのクーラーボックスに保冷剤を入れて蓋をし、上の風から風が入るように、これは外の窓の風でも大丈夫。それで冷やされた空気が丸い穴から出てくるシステムなのだ。これで冷え冷えの空気を感じながらお昼寝ができるはずなのだ。こぐま社じゃございません。どんちゃん涼しい？よくわかんねえな。直接顎に敷いた方が冷たさがわかるけどね。やんわり流れてくる冷たい風にチャッピーくんが一番に反応して前を占領しています。夏の工作、とりあえず大成功かな。